はい、こちら3月9日にデジタルシングルでリリースされた青山吉乃さん、うん、ヨッピーのソロデビュー曲です。おめでとうヨッピー。私これここで流すって知ってたから、うんうん、今ここで初めて聞いたんですけど、うんうん、楽しみに撮っておいたわけね。そう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 、たなみさん事前に聞いてたんだっけ。聞いてた、あの MV も見てます、うん、フル尺のやつ。あー、はい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 。いやもうこれ MV 最後がもうヨッピーって感じなのよ。あ、そうなの。みんな見てほしい映像、バッチバチなのよ。バッチバチに、バッチバチなのか、バッチバチに決めてんのよ。そして美しいのよ。へー、そう、映像もねとっても美しい、うんうん、歌声ももちろん美しいんだけど、うん、もう最後の最後がもう青山吉乃だから。あ、そうなんだそう、そこもちょっとね見てほしいな。なんとなくそういうことかなっていうのは想像できた。あ、そうそうできてるMV も映像もねめっちゃ可愛かった、うん、綺麗だった。あ、でもなんか世界観がそうだね、うん、この曲の世界観が誰が作ってる曲なんだろうと思って私今一瞬調べようと思ったんだけど、うん、時間なかった、うん、ちょっと後で調べますけど。そうですね、なんか早見沙織さんの曲好きじゃないヨッピー。そうだね、だから大好きだ、ね、なんかその雰囲気すっごい出てて、うん、あとヨッピーの癖がちゃんと出てて、そう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 、吉野のソロ曲一番最初に出す多分ふさわしい曲なんじゃないかなってすごい思いました。本当に。でもなんかやっぱり今まで私たちそのウェイクアップガールズでね、うんうん、共演したりしましたけど、はいはい、その頃とはまた全然違う洗練されたもうヨッピーって感じの楽曲になってるなって私は思ったね。うん、確かにね、キャラクター背負ってないっていうの一個でかいかもね、うん、印象が違う。なんか解放されてる感じがすごい、まっすぐなハートで歌ってる感じが、ね、確かに解放感はあるかもね、うん、そう。こんな MV 今映像をね、うんうんうん、実はブースで流してもらってますが、サンちゃんでしょ。うん、サンちゃん、多分サンちゃんだと思う。でメイクさんなんですけどだろうなって思った。ラグの頃からねお世話になってる方なので。いやもう本当にね、めちゃくちゃそのギャップもねヨッピーらしさみたいなのがその最後と、あとこの壮大な楽曲であって私はすっごく好きです。はい、ということで以上かな。以上です。ヨッピー本当に改めておめでとうございます。青山吉乃さんでページでした。